夏の養老牛地区養老牛温泉は、北海道標津郡中標津町にある温泉。渓流沿いに立地しており、川の流れを聞きながら入る露天風呂を設けている。アイヌ語の、エオウ、または、イオウが、由来とされている。現在の正式な地名は、養老牛だが、地元周辺の人は養老、養老師、養老師、を短縮して呼ぶこともある。 旅館は湯宿第一一軒のみ存在する。湯宿第一から山側に入ったところに、無料混浴露天風呂、唐松の湯が存在する。以前は湯宿第一から林道を5キロメートル走った先にあったが、近年新しい道道が作られ、交通の便が良くなった。発見は、約300年前とされる。アイヌの人々が利用していた。 1914年に私別だ岳に入山した西村武重が温泉を発見し、6年がかりで温泉使用の許可を受けた後の1920年、温泉旅館、養老園を開業。しかし開け湯当時は利用者がほとんどいなかったと言われる。昭和に入り、私別原野が開拓されるに従い、当時客が増加。1929年に根室町の坂本余平が、 第一旅館を翌1930年に小山茂作が小山旅館を開業。しかし戦争激化により1945年までに西村、坂本の各旅館が廃業。戦後は小山旅館と第一旅館が営業を続ける。1957年に藤村敏一が花山荘を開業し、1965年に 養老牛青年の家設立。時を前後して、藤林屋シが温泉旅館、藤屋を開業。1972年に、長谷川松美が第一旅館を、対一旅館と改めて開業。後、湯宿第一が花山荘を買収。養老牛温泉には、ホテル養老牛、旅館藤屋、湯宿第一の三つの宿があったが、 2014年旅館富士屋が廃業し、2019年6月でホテル養老牛が廃業。現在、宿泊施設は湯宿第一の1軒のみとなっている。ありがとうございます。